スパイダーズラジオ。皆さんこんにちは、スパイダーです。お元気でしたか？俺はね、あんまり元気じゃないんだけど、まあ元気ですよ。はい。なかなかね、以前のようにライブとかできなくて、今はね、なんか本当生きていくのに大変ですね。はい。で、8月、9月とね、このコロナ禍の中でも、サマーツアーに行きまして、8月はですね、大阪、重曹、レインコートというとこと、京都、スターダストクラブ、そして長野、大大というお店でやりましたけどもね、皆さんご来場ありがとうございました。なんか楽しかったね。大阪の重曹はトリオでやったんですね。なんか本当久しぶりの人からね、初めての人も来ていただいて楽しかったな。で、京都はですね、ドラムは叩けないお店なので、カホンでやって、トリオで演奏しました。こちらもね、たくさんの人来ていただいて楽しかったな。で、車でね、今回全部行ったんだけど、ベンツで行ったんですけどね、そのベンツが最新型のいわゆるディーゼルカーなんですけど、これが燃費良くてね、驚きました。で、その燃費の良さでそのまま長野に行きまして、長野の焼き鳥大々というお店でね、やりました、ライブ。こちらもね、たくさんのご来場ありがとうございました。楽しかったですね、本当。このツアーもね、今のバンドレッドホットワゴンズでは初のツアーだったんで、大成功ありがとうございました、ね。で、翌月ね、9月はね、一人でね、大阪に行ったんですよ。大阪でね、シャディーレーンっていうお店で、僕の大好きなブルースマンロイさんとね、一緒に演奏させていただいたんですけど、そこはね、1日だけだったんだけど、弾き語りで2人ともアコースティックのみでね、ライブをやらせていただきました。初めてのお店だったんですがね、なんか雰囲気も良くて、またやりたいなっていうお店です。ぜひまたよろしくお願いします。で、翌日俺はね、またそれで京都に行ったんですよ。何の当てもなくね、京都に行って、そう、その時まだ暑かったからね、気温がね、37度ぐらいあったと思うんだけど、37度の中でストリートをやろうと思ったんだけど、なかなか暑くて誰もやってないから、鴨川で、鴨川のこの土手でね、生配信ライブをやりました。そしたらね、もう具合悪くなっちゃって転ぶわさ、もうフラフラになっちゃってさ、でやめて、ホテル戻ったんだけど、やっぱライブやりたいなってことでね、京都のスターダストクラブというお店にね、連絡したら、ぜひどうぞということで、ご協力いただいて、ライブをさせていただきました。こちらもね、たくさんの人にね、来ていただきました。ありがとうございます。そう、それでこのコロナね、なんかちょっとみんな麻痺しだしてるから、あれだけど、今日はね、10月の9日なんだけど、まだね、200何人とか言ってたから、さっきテレビで、まだまだね、感染拡大防止をしながら、行動していきたいと思います。ライブはね、ちょこちょこ再開しているお店がありますが、今まで通りの集客人数とは違ってね、やっぱりマスクをしないといけないとか、もちろんね、演者の方も気を使ってますよ。ちゃんとね、消毒マスクとかしてね、お客様を迎え入れていますので、その辺は安心してください。そう、最近ね、俺ね、ちょっとバイクにハマってしまって、バイクって言っても原付だよ、スーパーカブ50で、これでね、いろいろね、ソロキャンプ行ったりね、ツーリングに行ったりね、して楽しんでます。で、ここでちょっとね、いろんなこと考えて、やっぱり大型免許を取ろうと思ったんですが、やっぱりね、やめた。なぜかっていうとね、それで例えば免許を取ったとしても、その後大型バイクを買うお金もありません残念なことにね。で、買うだけじゃなくて、それを維持するまでのね、お金もたくさんかかるんで、今回は諦めました。で、やっぱりね、免許が欲しいんで、僕は小型自動二輪の免許を取ることに決めました。はい、決めましたけども、ただね、これがね、今すごい混んでるんですよ。コロナの影響があると思うんですけど、皆さんなんかバイクの免許を取って仕事しようとか、大型免許、車にしてもね、オートバイにしても、なんかすごい混んでるんですね。で、大型免許も取ろうと思ったんだけども、その時にまず聞いたのが、まず乗れるのが11月の後半ぐらいからです、第1回目がね。で、36時間乗んなきゃいけないんだけどってこと、いろいろ考えたり、さっき言った金額のこと考えたりしたら、と思って小型にしましたでもね、俺はね、今乗ってるカブがすごい大好きなんで、カブを元にね、形はままで僕はバイクを乗りたいので、ボアアップをしてナンバーを変えて、小型自動二輪の免許で楽しみたいと思います。はい。で、バイクでね、こう旅するのがすごい好きになってきまして、この間はですね、動画にもね、今 YouTube の動画にも上がってると思いますけれども、まず東京都足立区
の方からまずは久里浜まで行って、そこからあの東京湾フェリーというのに乗りまして、対岸にある金谷というね港に着いて、そこからまたバイクで走って家に帰るという動画を作ったんですけど、これがねまずねその久里浜、まあ横須賀の先なんですけど、ここまでが87キロ、まあなんだかんだ90キロぐらいですねあったんですけど、90キロってねやっぱね1時間2時間じゃ着かないんですよ。原付はスピードが制限ありますからね。で下の道しか走れませんから、高速は乗れないんでね、だいたい3時間半ぐらいかかったのかな。でやっと久里浜に着いて、久里浜から40分ぐらい今度はフェリーに乗って、まあ、富津市なんですけど、実を言うと富津市の金谷に着きまして、鋸南町の方にねツーリングに行ったんですけど、結局今度は鋸南町から家に帰るのにも115キロかかるというね、うん、なんだかんだでもっとかかってるんですけど、でそんで鋸南町でも結構バイク乗って海まで行ったりしたんで、うん、結構乗りましたね。でも楽しかった。往復ね、すごい時間バイク乗ってたけど苦になんないね、楽しくて。で今回エンジンのボアアップとともになんかね気分もボアアップしたいと思ってますなんだそれはい。でその東京湾フェリーの動画を見てくれた方は分かると思うんですが、最後にねその動画を撮ってるに使ってる GoPro っていうカメラがあるんですよ、僕大好きな。その GoPro がマウントから落ちたんです。そして後ろの車が引いたんです。しょうがないよねそれはね、自分が悪いんですけど。でも悲しくなってね、次の日もうどうしようどうしようと。 GoPro って、だって安いもんじゃないですからね、例えば5、6000円で買えるんであればさあ次と思うんですけども、最低でもやっぱり3、4万中古で、で新品だと5万ぐらいしますので、で今度新しい GoPro 9が出たんですよ。でそれどうしようかななんて悩んでたんだけど、その今回8月にツアーに行くときにやっぱり GoPro をメインでね使うんで、 GoPro のねサブスクリプションサービスに加入してたんですね。はい。でこれね月にするとね結構いくらか取られる、何百円なんですけど取られるんですけども、あのなんかあった場合保証が効くというサービスがついてたような気がしたんですよその時ね。で、慌てて連絡してみたら、なんとこれが交換してくれるってことになったんです。ありがたいですね。で先ほどね UPS さんを使って、シンガポールの会社の方にね、 GoPro の会社の方に送らせていただきました。なんでもうちょっとしたら GoPro8 が元に戻って新しくなって帰ってくる予定でございます。嬉しいね。 GoPro さんありがとうございました。スタッフの皆さんありがとうございました。はい、じゃあ今後のライブ情報です。10月の23日荻窪ルースターレッドホットワゴンズ、10月の25日草加ソウルバープートワイライトサンデーという私のイベントです。こちらはアコースティックジャムセッション&アコースティックオープンマイクですね、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。今回のゲストはレッドホットワゴンズ私のバンドのベーシストガネさんがゲストです。10月31日国分寺ギー、こちらは私スパイダーテストマユミールでツーマンライブです。11月6日赤坂ベレーラアユコっていうね素晴らしいジャズボーカリストがいるんですが、あゆこ&フレンズということでブルースジャズをやる夜になりますよ。こちらは素晴らしい夜です。11月の7日からまた2日間関西ツアーに行きます。これはスパイダーソロです。11月7日京都スターダストクラブ、11月の8日大阪重曹レインコートです。はい、どうもありがとうございました。いろいろお話してきましたけども、今日はこの辺で終わりたいと思いますが、10月今日9日、今からね台風がどうやらこちらに向かっているようなんで、皆さんお気をつけてくださいね。よろしくお願いします。今後の予定、私はそうだね、来年はねちょっとねソロでいろいろ行きたいと思ってます。はい、では皆さんまたお会いしましょう。さよなら、さよならということでね、また会いましょう。バイバイ。